ルーフ RGT と呼ばれるこのモデルは996型ポルシェ911 GT3 をベースにルーフ社が作り出したスーパーロードカーで、 RGT に搭載される 3.6 リットルのフラットシックスは新たなカムシャフトや専用開発されたエキゾーストシステム、リマッピングされたエンジンマネジメントシステム、スペシャルエアフィルターの採用により最高出力385馬力を発生。ベースとなった GT3 同様 2WD がベースだが、オプションで 4WD をチョイスすることも可能だ。トランスミッションは6速マニュアルが組み合わせられる。足回りはGT3 のものをベースに開発したルーフ独自のスポーツタイプサスペンション。ブレーキはフロント370mm、リア 355mm という台形ベンチレーテッドディスクとなる。フロントのキャリパーは6ピストンというレーシングスペックだ。アルミホイールはオリジナルの18インチサイズが標準で、タイヤはフロント22540、リア28530という ZR 規格、オプションで19インチのタイヤ&ホイールも用意される。エクステリアにはオリジナルのフロントスポイラー、サイドスカート、エアロリア、リアスポイラーなどが与えられ、ただならぬ雰囲気を醸し出している。室内にはルーフ独自のインテグレーテッドロールケージが組み込まれ、剛性と強度の強化も抜かりはない。インテリアはオプションでスポーツシートやレザーパッケージを用意するほか、ステアリングやインパネも専用品である。 RGT の性能は時速100キロまでの到達時間が 4.6 秒、最高時速は307キロと発表されている。ポルシェ GT3 が世界随一の NA スポーツならば、ルーフ RGT はさらにその上を行く究極の NA スポーツと言えるだろう。Thank you.